ちょっと昨日今日と2日間に感じてこう、はい、聞きたいところですけども、明らかにその風が2日目は、うん、まあ、でも状態も決していいわけじゃないんで、でもレース続きで、うん、なんていうんですか、貯金っていうのは多分ない状態なんで、まあ、ここはとりあえずもう乗り切って、うん、走るしかないんで、僕多分ダービーの特性も分かってると思うんで、うん、走りながらじゃないと、そうですね、まあ、レースで足をつけていくしかない、うん、しかないと思うんで、実際じゃあその2日目のこの強風の中っていうのはもうしのぎきるような感じになって、そうですね、うん、もうなんとか3着残るだったんで、みんな多分結構バラバラの中も、うん、だいぶ、うん、まあ前々になって勝負にならない感じでしたね、うん、じゃあ初日の選考の時もそんなにじゃあ感触が良くなくてっていうのは、そうですね、まあ、踏めてない感じだったんで、うん、まあ、張りがない感じなんで、まあ今日に関してはもう本当、うん、レースっていうレース感はない、レースっていう感じはしないんで、本当に消耗戦みたいな感じだったんですよ。スピードを競うというよりは、そうですね、いかにどれで我慢して踏めるかなと、まあ、そこをまあモラちゃんと2着3着でしのげてるのは、ね、まあ、本当はワンツーが理想でしたけど、うん、まあ、僕がもっと集中せずにいければ2人で決まったのかなと思います。でもそのいわゆる競輪選手としてのあの時間ポンと取れるようなところがなかなかないからですね、このしのいで、まあ、これ終わってちょっと開くんで、うん、全日本に向けて仕上げてみます。明日明後日なんとか頑張って、はい、しのげるものです、はい。